会長の約5日間くらい密着しようかなって誕生日に。はい。約100時間くらいです。おお。あ。怖い怖い。ありがとうございます。来ましたね。会長、今週は大事な日ですよ。今週が大事な日っていうのは俺のバースデー。そういうことです。あんまり俺本当に興味がないんだよ。50代前半はなんかみんな呼んでバースデーとかやってたけど、疲れちゃうんだよあれ。来る人来る人にどうもありがとうございますっていうのは、だからやってないです。去年の誕生日僕覚えてますよ。会長、そうやってペコペコされるのが嫌だからシンガポールに行くっつって、今回は会長日本にいるということで、今日は9月28なんですけど、会長の約5日間くらい密着しようかなって誕生日に。はい。約100時間くらいです。どうですか。はい、ということで会長の誕生日付き密着、今日から密着なんですけど、はい、今日は西山さんですか。あの西山さんから招待いただいて、はい、今湯河原、湯河原来てます、うん、前来たんだけど、あの前来た時はまだ未完成の状態で、はい、できたじゃん。お招待じゃあ、あの西山さんの別荘に行って、はい、美味しいラーメンを食べるとか食べないとか、あのさ、あるでラーメン担当でしょ。日本一のラーメン屋ということで、よし、あ、このラーメン見たことある。よし、じゃあ5日間よろしくお願いします。行きましょう。いいだっしょで、ということで飯田商店到着。イエーイ。おー、ついに開店。出た、謎の釣り美女、ノンタイトルの謎の美女。あの今日も一緒に見られた、あの動画させていただきます。あ、見ました。なんか言われた。え、何も、あ、でもなんか会長の YouTube で見ましたっていうふうに言われました。ちょっとコメント欄でタネ語を捕まった。綺麗極まりないみたいな。そうだからそれを言われたって、あ、音すいませんって思って。そうだ、いつもだね。あれ、青木さん。あ、ハロー、ラーメン大好きスティーブ青木です。はい、青木さん、ね、今日は日本一の飯田商店を青木さんと共にいただこうと思います。いや、青木さんいないから。よろしくお願いします。焼肉の松木さん、あの動画結構すごかったです。めちゃめちゃ反響あって、本当に、はい、あのお店の方もすっごい喜んでましたし、あの地元の方にもすごい喜ばれたということで、いや今日本当に僕はあの焼肉じゃないんですけど、本当人生で一番食べてみたかったラーメンなんで、めちゃめちゃ楽しみです。今日も下田出身の釣りガール、あのハノンちゃん、金目鯛っぽいもんだって。金目っぽいもん。すごい。ちょっと失礼ですよ。いやいいじゃん。金目鯛目大きくて。下田出身っていうかトロ金目じゃん。トロ金目。トロ金目ちゃん。トロ金目じゃんと思って。トロ金目ちゃんも今回じゃあ釣りで参戦だ。すごいよな。何もないよ。何もね、これ。いや、西山さん、すごいこっちに売れそうな顔してる。久しぶりに会長がラーメン全部食べてるの見ましたよ。あ、食べられなかったですか。この後もつけ麺が来るみたいで。
ど行こうか。何ですか今かけたの何ですか。これ昆布だしだと思う。あ、昆布だしです。はい、昆布とカツオですね。一気に味が変わる。美味しい。一応完食。うわーすげえ、ガレージハウスみたいになってる。あ、いいですか、なんか撮らせてもらったよ。すげえ、ビリヤードにバーガー。ポーカー代がない。ポーカー代を入れてください。すごい、カラオケもある。あ、カラオケできるんだ。カラオケあんの。うわ、これすごい。これめっちゃイケてる。すごい、なんかレトロな感じがいい。おお、ゲストルームですね。すごい、まあ、ベッドルームもし、遊び場ですね。もう目の前変わってるねえ。おう、おお、すげえ。エチエチだね。エチエチだね。エチエチハウスです。何なんですか、これ。うわ、涼しい。サウナ。サウナ。サウナ。やばない、これ。っていう、ここだけお店感がすごいよ。ご紹介させていただきます。こちら、江川屋のサウナです。いらっしゃいまし。これ、温泉？温泉やね。やばない。いつもやらせていただきます。お願いします。36。36。36。適正。で、目の前の川、あれはちょっと怖いわ。すごいね。これアンコイか。ね。あ、ブランコでそのまま行くんだ。そうや。そういうことだ。なんか聞いてたんすよ。これ西山さんのお部屋です。こっちが西山さんのお部屋。はい、西山さんのお部屋です。いいです。わ。すげえ。さっきの車が置いてある。そう。あ、ジム。マスターベッド。すごいです。筋トレができる。あ、ヒロベ、これちゃんと取っとけよ、これ。取り替え。ヒロベ、ヒロベ。え？青木さんの好物。でか。青木さんの好物。ここでバーベキューとかやってキッチンがある。おっ、ピザ窯がついてる。そして、この川の目の前に、これはもう、やばいやつやん。
で、ここでサウナやって、こっから降りて、飛び込むんだ。こっちからも降りる。うっさい、来た、おっさんが見せかけてきてるだけだ。立ちで行くの？立ちじゃないですか、座りですか？座りの方がここに腰を打つと、おおおお、腰打ったな。ダッサ。西山さんも出てきてバッシャンと最高っすね、これ。これ頭から入れば、ね、気持ちよさそうに。サウナも終わってみんなで外チル、外でチルをしながらお酒を飲むという。みんな川に入って川の中で飲むという。そうですね。ちょっとあのグッチが説得力がない。さ、悟れてない感じがいいですね。怖い怖い。一人そうです。わあ、こっちの。プロのシェフ呼んで。プロのシェフ。ラムとポルチーニだけ。何ですかこれ。イタリアのタケノコ。ラムと。これぐらいし、松茸みたいなやつ。イタリア。半端ない。で、今日はあの正常の食卓っていう、まあ、僕はいつもあのお願いしている。最近ではもうしっかりでも行かないするといろんな人たちに呼ばれて。なかなか予約が取れない。本当キャンディー出身の。でその彼が、最高のイタリアン、巻きの料理も含めてピザなんかも含めて全部作ってますので、ね、今日は一日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ正さん、お誕生日おめでとうございます。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 すごい。うん、いいですね。食レポください。お願いします。ゴブゴブ決めてください。決めてください。このなんかドレタスレタスのシャキシャキ感と、この絶妙なドレッシングとこのチーズ。あばばばやばい。みんなどうした？美味しそうに食べてる。どうでしたこのパッツは。ダルサミコスですかね。何かわかんないですけど、この葉っぱとの香りのマッチングが藁を引き立ててます。とても美味しいです。ありがとうございます。スズル貝とカラスミのピザ、いってらっしゃい。しゃだめの正直。あばがばあばが。二人は昼間から飛ばしすぎた女子カレみたいな、お眠タイムという、しばらくお眠時間をお楽しみください。しかもかなりコアメンバーだ。
ということで、みんなが中で遊んでる間にね、こちらサプライズケーキの用意が。2日目おはようございます。絶賛二日酔いということで、今回本命のね釣りです。できましたね。前回こう鳴らしていただいた西山さんのこの巨大ビッグシップ、ただ釣りはあっちなんですよ。え、釣り船がこの右にあるでしょ。はい、押します。はい、これね前回も見たと思うんですけど、あ、上が操縦席になってて、ここでゆっくりできるんで。ちなみに今から大島の方に向かうんですか。大島、大島の方どのくらいかかるんですか、時間は。1時間半。で、そこで何時間くらい釣りして、で、一応4時間ぐらい、はい、10時にはこっち出たいねって。あ、島のコロッケ今注文していただいて、甘いんだよ。うわ、すごい、このビジュアルよくない。なかなかないよ。いいです。うわ、この美味しそう。いただきます。これも欲しそうかな、釣り。うわ、うわ、すごい。ナイス、一匹目。魚、うわ、あれ多分先週から。
でかっ。見た。すごいよ、だって。西山さんのまた別の別荘で釣りの後のご飯に取れてます。みんなで釣った赤旗の煮付け、赤旗の煮付けの感想ください。食レポ入ります。見てみてよ。はい、釣り方でわかるじゃん、このどんだけ新鮮なのかっていう。入り皮が張るってことはこんだけやっぱ新鮮だからこう剃るっていうね。抜群な、はい、米嬢ちゃんうまいわ。素晴らしい食レポだった。ちょっとでもまこさんも YouTube 慣れしてるんでちょっと聞いてもらっていいですか。いやもうだって見たらわかるじゃん、剃ってんだよ。いいよ。釣りをして魚を食べる、はい、ストーリーですよ。中の方に移動して西山さんが自家製の豚しゃぶをご馳走してくれる。西山さん自ら。あーすげーな、おいしそう。で誕生日にもクリエイティブを求められるという。当たり前だろ。